メリカンショートヘアはアメリカ合衆国に起源を持つ魅力的で丈夫な猫種です。この猫種はその短くしっかりとした紐緒と友好的な性格で知られています。起源と歴史。アメリカンショートヘアの歴史は長く、その起源は17世紀に遡ります。当初はヨーロッパからの移民が船に猫を持ち込み、ネズミを捕るために猫を利用したことから、彼らは貴重な仲間として扱われました。その後、この猫種はアメリカで自然交雑し、独自の特性を発展させました。アメリカンショートヘアの名前は彼らの短い紐緒に由来しています。外見。アメリカンショートヘアは中型から大型の猫で、筋肉質でがっしりとした体つきを持っています。彼らの顔は丸く、鼻はわずかに丸い形をしています。特徴的な大きな丸い目と立ち上がった耳があります。紐緒は短く密で光沢があり、様々な色と模様が存在します。アメリカンショートヘアの紐緒のバリエーションは多岐にわたり、様々なカラーパターンが存在します。性格。アメリカンショートヘアはその友好的で穏やかな性格で知られています。彼らは社交的で家族との時間を楽しむことが好きで、他のペットや子供たちとも通常はうまくやっていきます。彼らは遊ぶことが好きで、知恵のある猫として知られており、おもちゃで遊んだり飼い主との相互作用を楽しむことがあります。また、独立心も強く、一人で過ごす時間も大切にします。健康。アメリカンショートヘアは一般的に健康な猫種で、遺伝的な健康問題は比較的少ないです。ただし、適切な健康管理が必要です。定期的な獣医の診察、バランスの取れた食事、適切な運動が必要です。紐緒が短いため、寒冷な気候では暖かい場所を提供することが大切です。飼育。アメリカンショートヘアは飼うのが比較的容易で、初心者向けの猫種としても人気があります。適切な餌、運動、定期的なトリミングなどの基本的なケアが提供されれば、彼らは幸せで健康的な生活を送るでしょう。社交的な性格を持つため、飼い主との交流が多い家庭で飼育するのがおすすめです。まとめ、アメリカンショートヘアは魅力的な外見と友好的な性格を持つ素晴らしい猫種です。その歴史はアメリカ合衆国の一部として根付いており、多くの家庭で愛されています。彼らは健康で丈夫であり、適切なケアを提供すれば幸せな生活を楽しむことができるでしょう。アメリカンショートヘアを飼うことで、家庭に愛らしい仲間を迎え入れることができます。